セルゲイ・オレゴビッチ・シロトキンは、ロシア・モスクワ出身のレーシングドライバー。2008年にレーシングカートを始める。フォーミュラー・アバルト2010年、15歳で、新規開催された、イタリアのフォーミュラー・アバルトにイエンツァー・モータースポーツから参戦し、18位でシーズンを終わる。2011年も、同シリーズに、同チームで参戦。当初は、イタリア選手権とヨーロッパ選手権に参戦していたが、 スパからヨーロッパ選手権のみに集中するため、ユーロノバレーシングに移籍。14戦中5勝でシリーズチャンピオンを獲得した。イタリア選手権では2勝したが、チームメイトのパトリック・ニーダーハウザーには届かず、シリーズ2位となった。オート GP&F32012 年は、ユーロノバレーシングからオート GP にフル参戦し、2勝を挙げ、シリーズ3位となる。 同年には、イタリア F3 にもフル参戦。ヨーロッパ選手権では2勝、イタリア選手権では1勝を挙げ、共に、シリーズ5位となった。フォーミュラルの3.52012年は2レースのみ、フォーミュラルの3.5にスポット参戦を行った。2013年は、フル参戦し、最高位は2位で、シリーズ9位となる。翌2014年もフル参戦し、1勝を挙げ、 シリーズ5位となった。GP2F22015 年は GP2 にステップアップし、ラパックスチームに所属。一勝を挙げ、シリーズ3位となった。2016年はアートグランプリに移籍し、優勝2回を記録。2年連続でシリーズ3位となった。2017年も同チームから出走した。2013年7月15日、ザウバーは、 インベストメントコーポレーション、インターナショナルファンド、北西ロシア連邦国家開発基金、ロシア国立航空技術研究所というロシアの3社とのスポンサー契約の発表とともに、契約の一部として、白と金を将来の F1 デビューに向けて育成することを発表した。ザウバーは、白と金にスーパーライセンスを取得させるために、フェラーリでのテストを行わせるなどし、 当初は2014年シーズンからレギュラードライバーになると考えられていた。しかし2013年12月21日にザウバーは白と金を2014年のテストドライバーに起用することを発表した。2015年にはザウバーのレギュラードライバーに昇格するとの噂もあったが結果として起用されることはなくテストドライバーとしての契約も終了した。なお、後に発生した。 ドライバー多重契約騒動の際には、名前は挙がっておらず、事件に巻き込まれることはなかった。2016年には、ルノーのテストドライバーとして契約し、母国ロシア GP と、ブラジル GP のフリー走行1に出走した。翌2017年は、同チームのサード及びリサーブドライバーに昇格し、前年同様母国ロシア GP の FP1 に出走し、 その後参戦の FP1 で走行した。2018年からウィリアムズのレギュラードライバーとなる。だが、レギュラードライバー1年目による経験不足やマシンが、外れの年であったため、大苦戦を強いられている。そんな中、イタリアグランプリで11位完走。6位で完走したハースのロマングロージャンが失格となったことで10位に繰り上がり、F1 での初入賞となった。 結局入賞はこれ一度きりで、自力入賞はなく、2018年シーズン終了後マシンの信頼性低下他を理由にウィリアムズチームから去った。2019年は WEC の2018から2019シーズンの2019年に行われるレースに SMP レーシングから参戦することが発表され、活動を WEC に移すかと思われたが、 ルノが彼をリザーブドライバーとして起用したことを発表。シートは失ったがリザーブという形で F1 に残ることとなった。2017年のルマン24時間レースは SMP レーシングから LMP にクラスで参加し、総合33位となった。2018年の F1 参戦は、はからずも以下のような珍しい記録を残すこととなった。これまでの F1 には、 スポット参戦や欠場者が必ず存在したため、再開となるドライバーはそのどちらかで、かつ、入賞できず、獲得ポイントも0ポイントで終えることが多く、前年のマーカス・エリクソンのようなフル参戦者の中での実質ランキング再開という形が主流であった。ところが、この年はシーズン開始時のエントリーリストに掲載された全員がフル参戦を果たしたため、 このような記録を残すこととなった。ありがとうございます。